ジュニアです。そしてのんのん社長です。今日はですね、新作を作ったんで、その商品紹介の動画を上げます。そう、新作です。一応、この、僕が被っている、これと、これと、これ。ミラージュブルーと、レモン。で、テラコッタ。レモンはね、こんなレモン色っていうよりか、ちょっとゴールドに近いような感じの、黄色になるんですけどね。そう。で、これが、トレイルキャップになります。新作のトレイルキャップ。バンダナをリメイクして作りました。メイドイン USA のバンダナ、ね。バンダナをリメイクして、うん、バンダナをリメイクして、こう、作りました。トレイルキャップなんで、この、後ろカチつけてます。そして、ビンカー。抗菌防臭のトーレさんの。そうそうそう、トーレさんのビンカーつけてね、つけてますね。で最近うちで流行ってるこのワイヤー、ポリワイヤーつけてるんで、こう、つばこう、いろんな形にできるようにもしてますね。そう、こんな感じ ね、なったりね。そう。こういうふうにちょっとこの角度でずっ と、キープしたりとかね。はい、そうですね。ちょっと上げたい時とかもよかったり、普通に全部上げたい時にも全然 OK。うん、そう、トレールキャップってなってるんですけども、全然僕はもう自転車で使ってるんで、自転車乗るときにこう別にこれヘルメット、ちょっとの BMX みたいなヘルメットなんですけど、全然被ってもらってこう、ね、全然いけるんで。後ろもね。全然後ろも全然大丈夫。全然、ね。全然大丈夫。ヘルメット被ってもらっても全然。だからサイクルキャップとして全然使ってもらっても、うん、この上の部分も、でも言ってもツバの大きさも全部サイクルキャップと一緒なんですね。ですね。はい、違いはまあ、ワイヤーのポリワイヤーが入ってて、うん、出馬芯が入ってないっていうのと、うん、ここがゴムの部分がカチッと止めるね、カチッと止めるプラスチックの金具になってますね。そう、こういう感じの ね、サイズちょっと調整できるね、小さいのも、はい、大きいのもちょっと対応できます。そうそうそう、ちゃんとここで大きさ調整できます、うん、ゴムになってないから、ね、こう頭締め付けない感じで ね女性の方はポニーテールとかで、こっからだ、こっからだ。そうそうそう、こっから、こっから耳、髪の毛で出せるんで。出せるんですよ。それが、まあ、特徴ですね、うん。それですね。そうそう、これ名前、トレイルキャップ、バンダナっていう名前で。はい。もう、今日から、もう、通販、ネット通販もしてるんで、それはまた概要欄に貼っときますんで、うん、よろしくお願いします。まあ、新作です。はい、新作のバンダナ、はい、ベイズリー柄が ね、やっぱりね、好きな人は絶対好き。そうさ、アメリカが好きな人はね、ベイズリー柄好きなんでね、うん、でもね、アーバンに乗る時とかね、ジーパンとかにも全然合うんで、うん、普段着でも全然いいよね。そうそうそう、全然素敵な感じ。あそこ、こんなパーカー着てさ、そうそうそう、ね、いい感じの、全然いい感じ、うん、よしよし、自転車レース観戦とかさ、うん、そういい感じで、普段でも全然レース後とかに、ね、被るのとかでも ね、いいよね。で、またのネットとかの概要欄載っけてますんで、よろしくお願いします。お願いします。あと、チャンネル登録、いいねも、よかったらよろしくお願いします。お願いします。んじゃねー。